演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちら、モニタリーズのケーキの練乳チョコボーナーと練乳、たっぷりと練乳などでございます。こちらも森永ですから、コラムそうだもんじゃないかな。チョコボーナー、トロちゃんが白黒になったりはしないんですね。どんな感じなんでしょうか。では、中身はこんな感じです。確かに開けた瞬間、練乳のあの甘い香りしましたね。ではいただきます。続いては練乳ラテ。こちらもちょっとなんか重量感があるんですよね。多分ラテとは違うなと思いました。では飲んでみます。その分チョコが分厚く、噛んだ瞬間に練乳の甘い香りの中に広がっていて美味しかった。サクサク食感もしっかり味わえて、濃厚な練乳とが通常のホワイトチョコとはまた違った美味しさを出していました、ね、もう大満足でしたので、こちらも点数とさせていただきます。そう考えるとこちらのたっぷりミルクの練乳だったのは、確かにミルク感も練乳の味もあったんですけど、チョコボールに比べるとちょっと下がるかなっていう部分があったのは残念でした。だかなり甘いので、甘いミルクが好きな方にはおすすめですが、ラテと呼ぶとちょっと語弊があるかなっていう気がしました。飲めるようにした練乳というような印象でしたので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終了。